皆さんこんこにちは、です今回は助詞の問題の動画です。「ドラゴンボール」の1話を読んで文を作りました。正しい助詞を選んでください。悟空は山、住んでいます。 悟空は山に住んでいます悟空は一人生活しています悟空は一人で生活しています悟空は猿 挨拶しましまた悟空は猿に挨拶しましたはっぽが生えています。 悟空はお腹すきました悟空はお腹がすきました悟空は食べ物を探し行きます 悟空は食べ物を探しに行きますブルマは車、何かを探していますブルマは車で何かを探しています。 ブルマは悟空、会いましたブルマは悟空に会いました悟空の家、ドラゴンボールがありました 悟空の家にドラゴンボールがありましたシェンロンは龍、神様ですシェンロンは龍の神様です。 ブルマは悟空、ドラゴンボールを探しますブルマは悟空とドラゴンボールを探しますブルマは怪物、捕まりました ブルマは怪物に捕まりました。悟空はバイク乗りました。悟空はバイクに乗りました。 悟空はバイク運転しました。悟空はバイクを運転しました。悟空は如意棒、怪物を倒しました。 悟空はニョイ棒で怪物を倒しましたお疲れ様でしたこれからも漫画を使って日本語の問題の動画を作りますではまた次回お会いしましょうじゃあねー